ありがとう。私の唯一の人間の友、ウィリアム、白夜の魔眼、当主、リヒトだ。一つの肉体に二つの魂が入っていた。ごきげんよう、魔法帝ユリウス。君であり、君じゃなかったんだな。この国最強の魔導士、魔法帝として。魔法帝、あなたには死んでもらう。罪の責任を背負って、この国の人間たちが犯した光創生魔法、断罪の貢献。バラゾーン、クロノスタシス、グリゴラ。それでも防げないわけじゃない。光魔法は全魔法の中で最速だが。なるほど。が、どこまでそうかな。この男の魔法は時間の流れをコントロール。一撃が致命的な威力を持つ光創生魔法、その木の光弁。対抗できるのは光しかない。自身の周囲のマナの時間を加速させることで未来のマナの流れを読み、奴が駆使するのはマナゾーンと時の加速の合わせ技。私を追い越せると思うな。だからといって、遅いな。傷を負ったのは久しぶりかな、魔法帝。あなたの時を操る魔法、そこが見えてきた。自分の血を見るのは久しぶりだ。あった時はストックされていて、いつでも使うことができる。私の魔法は対象から時を奪うのが本質。時を戻して、傷を。負担は大きいけどね。その時まで死ねないね。魔法帝として目指すのは差別などない未来を作ること。人間相手に差別のない未来など叶わぬ夢だ。その速度ではこの攻撃を避けるな。反撃どころか私に近づくこともできない。取った。君の未来はもう見える。君では私に勝てないよ。な、先読みでさらに早く。何が起きてるんだ。何か光ってるぞ。見ろ、城の塔が。この魔力はユリウス様、何者かと交戦中だ。だが奴らの掃討作戦は、まさか白夜の魔眼の当主リヒトが力を持つ光魔法の使い手。ユリウス様との交信魔法を遮断したのも奴らの仕業。一体どうやって城内に入った。ユリウス様が戦っているのか。我々はどうすれば。落ち着いてください。そのように動揺していてはこの王国を守ることは。先の王と襲撃のように同時多発。クローバー城にて魔法帝が白夜の魔眼投手とおぼしき人物と交戦中。党の指示に従い担当地区の警護。まさか勘違いであってくれ。これなら先読みせずとも攻撃を避けることじゃ。一撃一撃が大味になってきたね。
速さにもついてくる。あの男の先読みは。返すよ。さすがに早いね。バンジャンスの体を傷つけたくないんで、先読みしているのにまだ完全には。そろそろ降参してくれると助かるんだけどね。何なんだこの男の強さは。反撃しなかったのは僕を殺さず捕らえるため。ただの人間なのにこの男は、四つ葉のグリモワールの僕に対し。どこだこの男のグリモワールは。私のグリモワールが気になっているのかい。表紙すらない。あのグリモワールは。私のグリモワールなら。形状は。私は特殊だった。一体何者なのか、何をなすべきなのか、そのことをずっと問い続けてきた。私の歩んできた道のりが私だ。今分かった。私は魔法帝だ。この世界の断りに背くことをしようとしていたちは、今から魔石の力を使って断りの最後の砦で王国を、国民、魔法帝として。だからこそ倒さなければならない。守ってみせろ。魔力が膨れ上がった。魔法解除。何が起きてるの。おい、なんだあれは。この莫大な魔力は。貴様ら人間たちは、貴様ら人間どもに罰を。幸せな日々を。まずい。国民に向けて魔法を放つつもりか。極全土を覆い尽くすほどの魔力を蓄えていたとは。あなた一人は殺せなくて、以外の全員は殺せる。光の剣。なんつう規模の光魔法だ。そ、大丈夫。あの光が不吉なものだったとしても、海は魔法騎士団がいるんですもの。間に合ってくれ。すでに王国の全域を覆って。どうなってんだユリウスの旦那。審判の矢。裁きを受けろ人間。全く平民というのはどうしてああも魔力が乏。全く下民に至ってはなぜ生きているのかわからないほどだ。ま、何を見ている。いえ、それを私腹を肥やすためだけに使い、何の役にも立てない。そんな時、この国の平和を乱す悪党め、これ以上好きにはさせん。拙者とはリグに全部出しやがれ。私は下民で初めて魔法騎士に合格したザラという男に出会った。かかって魔法を駆使した考え抜かれた戦い方、見せてごらん。俺は平気だ。魔法騎士たるものことを最優先に行動していた。かの魔法騎士は手柄に目がくらんでいる中、本当の魔法騎士だと思った。だが死んだと聞いた。さでは同じ団の者に殺されたのだとか。まあ下民が一人死んだだけ。どうということはね。よほど目障りだったのだな。大方不相に出しゃばったのだろ。こんなことがあっていいはずがない。声を広げるには力がいる、信頼がいる、地位がいる。私はひたすらに実績を積み、魔法、ようやくこの国は、国民は変わり始めている。だが徐々に、しかし確実に、その者たちが認めた者たちの力で、魔法帝として。時間反転魔法、クロノアナスタシス。これは蓄えていた時間と魔力は使い果たしたようだ。さすがだ、国民を救うほどの時間魔法。しかし先ほどの時間魔法の発動をやる魔法帝だから。
魔法帝であること、それがお前の唯一の弱点だ。私はリヒトだ。ごきげんよう、ヤミスケヒロ。リヒト、ウィリアムは僕の中で眠っているよ。ああ、何言ってやがる。覚悟できてんのか。この目を通して君も見ていたんだね、魔法帝の最後を。こんなことが。待ってろ旦那、すぐに。無駄だ。最後までこの国を守り抜いた。この男はもうすぐ死ぬ。敬意を表するよ、魔法帝ユリウス・ノバクロノ。リヒト様、闇まとい。闇魔法、我々とお前たちが分かり合うことは二度とない。次元芸